ちょっとちょっと、水木さん見たわよ。シュラトリの焼き鳥大量に買ってたでしょ。あんなに食べられないわよね。私が食べてあげる。ね、今から水木さんの家に行くから全部ちょうだいね。あのね、あんたずうずうしいって言葉知ってる？私、塩よりタレ派なんだわ。ね、タレある？なくてもいいわよ。家にあるやつかけるから。シュラトリの焼き鳥はお友達と一緒に食べるの。花子さんにあげる分は一本もないよ。じゃあ、私にも買って。私、水木さんのお友達でしょ？ね、いいわよね。あのね、一度子供会で一緒になっただけでしょ。それで、どこが友達なの？人類みんな友達みたいなものでしょ？ね、今取りに行くからね。花子さんにあげる分はないよ。食べたかったら自分で買いなよ。というか、そういうたかり行為、本当にやめてよね。だって、シュラトリの焼き鳥美味しいけど、結構高いじゃない。あそこ、肉厚ですごく美味しいのにな。うちは貧乏だから買えないの。それにほら、子だくさんだし。でもさ、花子さんのところ、双子とか三つ子はいないよね。要するに、自分たちが望んで産んだわけでしょ。それで子だくさんを貧乏の理由にするのはおかしいんじゃない？別に言うのは自由だけど、たかりの理由にはしないでよ。大丈夫、大丈夫。は？何が？大丈夫、大丈夫。そんなに気にしなくてもいいから。いや、全く意味がわからないんだけど。なんかもうこっちもよくわからなくなってきたわ。だって、もうお腹空いて限界なんだもの。てかさ、よその家庭のことだけど、晩ご飯ってまだなの？まだよ。だからお腹空いてるんじゃないの。お子さんたちにも食べさせてないの？夕方にスナック菓子食べさせたけど、そろそろみんなお腹空いたみたいで大合唱。お勤め品でも買いに行こうかなーって思ったらさ、ちょうど水木さんが焼き鳥買ってるんだもの。スナック菓子ね。千秋ちゃんは今日どうする予定だったの？娘は定期的に両方のじいじばあばの家に泊まりに行くんだよ。今日は義実家の方に行って、もうご飯食べてるはずだよ。いいなぁ。じゃあ千秋ちゃんの分食費が浮いたんだよね。なら、その分私に焼き鳥ちょうだい。ね？いい加減にして。本当にしつこいなぁ、もう。花子さんには今日もこれからも何かをあげること絶対にないよ。そんなことより、お子さんたちにご飯食べさせてあげなよ。何よ！高級レストランに行けるくらい余裕があるくせに。高級レストラン？ママ友みんなで高級レストランに行くんでしょ？そんなのずるい！私は行けないのに。ずるいって言われてもね。ずるい、ずるい、ずるい！私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋。そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃまると毎日楽しく暮らしているよ。花子さんはとにかく食い意地の張ったママさんなんだよね。あれも食べたい、これも食べたいっていつもうるさいんだ。前もみんなでお花見していた時にいきなり現れてさ、誰もどうぞなんて言ってないのに、お重に手突っ込んで唐揚げとお稲荷さんを盗んでいったっけ。今回も焼き鳥をよこせってうるさくてさ、今度ママ友みんなで高級レストランのランチに行くんだけど、それを知られちゃったからかな。別に高級レストランって言ってもさ、ディナーコースじゃないのよ。客寄せのためにたまに安くやってるランチなの。そうでなきゃ、私たちだってそんなに高いお店行かないっての。こういうことも説明したんだけどさ、本当に花子さん人の話聞かないんだよね。それにしても困った人だわ。ランチ会当日。水木さん、遅れてるよ。何が？だってランチ会は今日でしょ？そうだけど。家族総出で高級レストランに来てまーす。美味しすぎ。合計10万いくかな。みんなでおごってね。お母さんが払ってくれるってよ。え？やだ、水木さんのお母さんも来るの？じゃあもっと食べてもいいわよね。いや、そうじゃなくて。後ろ見てみなよ。あ、すっごいダッシュでトイレ逃げた。なんでうちの母親がいるのよ。いや、知らなかったよ。花子さんのお母さんってレストランを経営してるんだね。しかも自分も料理人なんでしょ？そうだけど。そこのお店のオーナーは知り合いなんだって。いや、そういうことじゃなくて、なんでうちの母親がいるの？だって花子さんのところは旦那さんも同じタイプでしょ？旦那さんに言ってもダメだろうから親に言うしかないと思ってね。そうしたら料理人で、なおかつ今度行くレストランのオーナーとも知り合いだって言うじゃない。
じゃってことで来てもらったのよ。じゃないよ。お母さんの作った料理美味しかった？今日花子さんたちが食べたお料理は全部お母さんが作ったものだよ。ちなみに材料も親戚の家から持ってきたんだってさ。メニューもちゃんと専用のものを作ったんだから。メニューまで？お金はお母さんが支払ってくれるみたいだから。と言っても花子さんはお母さんに支払わないといけないだろうね。いやよ。親子っていうのは不思議なものだね。花子さんのお母さんはとても勤勉で真面目な人なの。どうやって花子さんみたいな人が育ったんだって思ったんだけど、花子さんは亡くなったおばあちゃんにべったりだったみたい。このおばあちゃんが何でも食べさせる人だったんだってさ。まあ子供の頃の習慣って大人になってからも続くもんね。さて花子さんたち家族だけど、今までこういう悪さをしていたことは当然内緒だったの。それがお母さんにバレちゃってさ、もう大激怒よ。義両親の方にも連絡してくれて、こちらも大激怒。親同士でちゃんと連携をとってうまくやってくれたよ。お子さんたちは義実家に預けられて、花子さんと旦那さんは働くことになったのさ。親戚には農家や牧場をやってる人が多いから、しばらく実家で暮らしながら親戚の家で働くんだってさ。無理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 ！農業がどれだけ大変だと思ってるのよ。何が近代化してきたよ。それでも大変じゃないの。よ、頑張ってる？よ、じゃないわよ。水木さんが母親にチクったりするからこんなことになったのに、私も旦那も本当に辛い思いをしてるのよ。そのくらい辛い思いをして作ってくれた野菜を、あんたはいっつも食い散らかしてきたんだよ。食べ物のありがたみを知るいいチャンスだと思うけどね。でも、わざとご飯を質素にするのよ。おばあちゃんが生きてた頃はこんなことなかったのに。おばあちゃんがいつだってアイスやお菓子をたくさん用意してくれて、私の大好きな唐揚げもたくさん。そりゃ、ばあちゃんには責任がないわけじゃないけどさ。ないと思ってたんでしょ？え？何それ、どういうこと？あのさ、花子さんのところのお子さん、かなり肥満だよね。何よ、それがどうしたのよ。体育の授業中も息切れして、みんなについていけてないよ。それで本人が泣いちゃったことあったよね。あったけど。確かに好きなものを用意してくれるおばあちゃんは、子供から見たらありがたい存在かもしれないよ。でもさ、その結果太ったり肌荒れしたらどうなるのさ。何よ、私がデブだって言いたいの？花子さんのことはどうでもいいよ。でもお子さんはたくさん食べながら苦しんでるでしょ。花子さんもお子さんがいるんだから。わからない？ただ単に好き放題食べ物を与えることは愛情じゃないよ。何よ。私だって。花子さんのおばあちゃんを否定することになるから正直心苦しかったけど。でも花子さんみたいな人ってさ、少なくないんだよね。祖父母に甘やかされて肥満になったりする人。ちょっとくらいの肥満ならまだしも、高度肥満は大変だよ。太りすぎると動きにくくなって、余計に動かなくなって。そうなっちゃったらちょっと大変だよね。花子さんのお子さんはうちの千秋と結構仲良しだからさ。いろいろ話を聞くんだけど、やっぱり健康でいてほしいよね。余計なお世話だけどさ。花子さん、旦那さん、そしてご両親たちにとっても、今回は絶好のチャンス。さて、どうなるかな？水木とオカマバーのママジュエリーのLINE。やっぱり修羅鳥だわ。ここの焼き鳥最高よね。間違いないね。それに野菜やチーズや牛乳いっぱいありがとう。この牛乳で早速シチューを作るわ。ほら、これ花子さんから送られてきたんだよ。ああ、あの焼き鳥よこせって言ってたママ？そう、今は親戚の牧場で働いてるよ。へえ、そうなのね。今まで全然運動してなかったんでしょ？そこからの牧場か。かなり大変みたいだけど、親戚同士が協力し合ってさ、ここで変わらなきゃ一生変わらないってことで、もう逃げられないようにしてるみたい。まあね、夫婦だけど問題じゃないものね。なんといっても可愛い子供が5人もいるんでしょ？羨ましいわ。私だって子供が欲しいもの。まだまだタゴサクちゃんとの愛あふれる生活を堪能するけどね。ジュエリーちゃんのところも2人仲良しだよね。
それにお店のお客さんも公認なんでしょ？昔はカウンターの端っこに座る常連だったけどね。最近じゃタゴサクちゃんカウンターの内側にいるのよ。お店のことも手伝ってくれるの。でもね。どうしたの？タゴサクちゃん、優しいオーラがムンムン出てるからモテるのよ。彼を狙ってるオカマ結構いるのよ。それにほら、うちは一人客とかも来るんだけど、タゴサクちゃんに好意持ってそうな女もいるんだから。キー、ま、大丈夫でしょ。タゴサクさん、ジュエリーちゃんといてすごく幸せそうだから。あ、また荷物来たっぽい。今日は持っていくね。ありがとう。その後、さて、花子さんたちなんだけど、最終的に移住を決めたよ。というのも、過酷な仕事をしている中で、食べ物に対するありがたみが分かってさ、ついに改心したんだよ。一度こっちに戻ってきた時に謝罪されたんだけど、びっくり。パンパンだった体がとてもスリムになっていたの。いろいろ話を聞かせてくれたんだけど、前は食べなきゃいけない、お腹がいっぱいじゃないといけない、そんな気持ちに支配されていたらしいんだよね。食べ過ぎてしまう背景には、精神的なものもあったんじゃないかな。それからは親戚の経営する農場や牧場で夫婦揃って働いているの。たくさん子供たちが引っ越してきたことで、現地も大喜びなんだってさ。まあ、花子さんの強引な性格には悩まされたんだけど、彼女本当に変わった姿だったからね。個人的には良かったなって思うよ。この間送られてきた写真でも、お子さんたちスリムになっててさ。すごく肌荒れしていた子もお肌綺麗になって。よかった。本当によかった。さて、肌荒れといえば、うちのニャニャマルさん。ちょっと毛が長いからね、しっかりケアしないと。よく猫は自分で毛づくろいをするから人間は何もしなくていい、なんて人がいるけど、高齢になると毛づくろいしなくなったりするんだよ。あとは長毛種だとちゃんと手入れしないと毛玉もできやすいし、ニャニャマルは普通の雑種なんだけど毛が長め。もう高齢だし、定期的に拭いたりブラッシングしてるよ。ん？気持ちいい？そうかそうか、ありがとうね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。